アイルロイヤル国立公園は、ミシガン州にある米国の国立公園である。スペリオル湖最大の島、アイルロイヤルは、長さ 72km、最大幅1 4キロメートルである。公園は、周囲の 7.24km の範囲内の島々の、水面下の土地の他に、アイルロイヤル自体と多数の小島から成り立っている。アイルロイヤル国立公園は1940年4月3日に、 設立、1976年に自然保護地域に指定され、1980年に生物圏保護区となった。比較的小さな国立公園で、面積は2314平方メートル、陸地はわずか542平方メートルである。島はかつて漁業の町、自然道交山、リゾート地であった。無数の小島がアイルロイヤルを取り囲んでいるため、 この地域を通過する船は、かつては、パッセージ島の灯台、メナジェリー島のロックハーバー灯台、ロック・オブ・エイジズ灯台、アイル・ロイヤル灯台によって導かれていた。アイル・ロイヤル国立公園の公式地図、国立公園局の行為による、アイル・ロイヤル国立公園は、閉鎖環境における捕食と被食の関係を調査する、科学者たちによって研究されている狼とヘラジカの集団で有名である。 通常、島にはおよそ25頭の狼と1000頭のヘラジカがいるが、年によってその数は大きく変動する。稀に非常に厳しい冬の年には、動物がカナダ本土から凍った湖を渡って来られる。狼を犬の病気から保護するため、隣接する水域も含め、公園のいかなる場所であろうと、犬は認められていない。2006年から2007年の冬には、 三つの群れの21頭の狼だけでなく385頭のヘラジカが数えられた。アイルロイヤルに住む哺乳類は18種。島に渡るためにはスペリオル湖を超える必要があるため、周辺の地域に住む哺乳類より種類が少ない。最もよく見かけられる動物はアカリスである。アッパー半島だけではなく、ここでもアイルロイヤル緑色岩が見られる。 公式のミシガン州の宝石である。アイルロイヤルの航空写真グリーンストーンリッジは、島の中央部にある高い尾根で、公園内で最長の道、グリーンストーンリッジ歩道がある。歩道は、島の端からもう一方の端まで60キロメートル続いている。東波には通常は4、5日間のハイキングが必要である。ボートのシャトル便が出発港までハイカーを戻してくれる。 全体で2 6 5キロメートルのハイキング用の道がある。また、沿岸の入り江と内陸の湖に沿いにカヌーカヤック用の通路があり、多くのものは陸路も含む。公園には2カ所の開発された場所がある。島の南西端にあり、アウトドア用品の販売店、シャワー室、キャンプ場、ボート用の鳩場があるウィンディごと北東端の南側にあり、 アウトドア用品の販売店、シャワー室、レストラン、ロッジ、キャンプ場、ボート用の鳩場がある、ロックハーバーである。公園の宿泊設備は、ロックハーバーのロッジと36の指定された原野のキャンプ場に限られている。いくつかのキャンプ場は、個人の船でしか行けない。小岸から離れた他のキャンプ場は、歩道でしか、また奥の湖は、 カヌーかカヤックでしか行けない。キャンプ場の定員は様々であるが、一般的には床と屋根がある3面を囲われた木造の小屋がに、3と小さなテントを張るのに適した場所がいくつかある。10人までのグループのための場所があるテント場がいくつかあり、特別の許可が必要である。キャンプ場の唯一の公共施設はコンポストトイレである。キャンプファイアは、 ほとんどの場所で禁止されている。キャンプ用のガスストーブが推奨される。飲料用および料理用の水は地元の水源から得なければならず、寄生虫を避けるため、ろ過するか沸騰させなければならない。狩猟は許可されていないが、魚釣りは認められているので各種の酒類やマスを調達でき、食べられるベリーが道で詰める。アイルロイヤルの基板岩は1 100万年の歴史の ある内陸部の地溝上の玄武岩、または砂岩、歴岩である。島のほとんどは氷河堆積土の薄い層で覆われている。1800年代には多くの小規模な自然動光山が活動していたが、工業はあまり繁栄しなかった。米国地質調査所による鉱物質を含まない玄武岩及び動光化した岩に関する最近の分析によると自然に発生した 微量の水銀が高化に関係している。ウィンディゴのワシントン港から離陸するフロート付き水上、飛行機ビーバー島が背景の右手に見えるカキは公園へはグランドポーテージーとミシガン州のホートン、カッパーハーバーからフロート付き水上飛行機と連絡船で行くことができる。私有船が主に公園に最も近い都市サンダーベイからアイルロイヤルへ行く。アイルロイヤルは 往復の交通のスケジュール上の制約のため、日帰り旅行者には人気がない。毎日運行されている往復6から7時間かかる航海をする連絡船は、島でわずか3時間しか待ち合わせ時間がない。これらの連絡船は、公天の場合は遅れることがあり、場合によってはキャンセルになる。レンジャースリー号は、国立公園局によって運行されている50メートルの船で、 国立公園システムにおける最大の乗り物である。同線は128人の乗客、カヌー、火薬を運び、ミシガン州フォートンから運行されている。公園から6時間の旅であるため、次の日に帰る前に島で一泊する。6月から9月半ばまで、毎週に往復している。アイルロイヤルクイーン4号はミシガン州、カッパーハーバーからウェノーナ号はミネソタ州、 グランドポーテッチからピーク期間は毎日、早夏と秋には頻度を落として往復している。ボイジャー通号もグランドポーテッチから週に最高3度運行されており、ロックハーバーで一泊し、いくつかの湖岸のキャンプ場の間の交通手段を提供している。5代湖の大部分の例に漏れず、スペリオル湖も陶器は凍結するため、旅することが難しく。 ゲニアでキャンプすることが危険であり、冬に完全に閉鎖される唯一の国立公園局が管理する公園である。公園に行くことが比較的大変で、年間2万人未満の人しか、アイルロイヤル国立公園を訪れない。それは最も人気のある国立公園を1日に訪れる人の数より少ない。2006年の訪問者数は17,070人であった。アイルロワイヤル、 ナショナルパーク。ナショナルパークサービス。2005年10月13日。閲覧。アイル・ロワイヤル・ナショナルパーク。ナショナルパークサービス。2007年8月4日閲覧。アイル・ロワイヤル・ナショナルパーク。ナショナルパークサービス。2007年8月4日閲覧。ありがとうございます。